土産コーナーに来てるけど、じゃあポルトコレ2枚買います。はい、じゃあこれ2枚買います。かわいいクマも。はい、お疲れ様です。本舗中です。今日は菊水玉梨あたりに来ました、仕事で。ほんで名前何やったかな、坂口さんやったかな、坂口さんとあと積み込み手伝ってくれたんやけど、そこの積み地のリフトマンの方がここ玉名のパーキングの焼きそば美味しいよって。ほんでここ小沢さん前食べとったから食べに来ました。でも多分小沢さん食べたパ焼きそばパーキングは多分向こう側やと思うねやんか。俺これ上り方面やから、小沢さん帰りに食べたって言うとったから多分向こう方面やと思うねんけど、逆でも同じような卵が乗った焼きそばがあったから今食べました。美味しかったです。なんかな、小沢さんはソースは関西より辛めやでって言うとってんけど、全然普通に美味しく食べれましたよ。ですということで、今この玉名のパーキングの裏から見えるぼんやりとした絶景ポイントに来ました。こんな感じです。はい、したら今日は今からもう帰んねんけど、今日はこの玉名のパーキングでお土産を買いました。はい、今日買ったお土産はこれです。マスク買いました。見えるかな、マスク、くまモンの絵が描いて、くまモンがチラってなってるやつと、あとちっちゃいくまモンがいっぱい描いてるくまモンの。ほんだらもう今日はぼちぼち出発します。なんかここ影はちょっと寒いな。はあ、でも多分上り下り多分逆の方、こちらさん向こうのパーキングで、俺今日こっち上りで食べてんけど、多分同じような感じやし、ソースもちゃうことないやんな、多分。全然関西人やけど美味しかったです。ちょっとピリピリする感じかなって言うとったけど、美味しかったよ全然です。じゃあほんだら帰ります。よいしょ。こんな感じで、夏とかってここちょっと木陰になって涼しいかな。ここセブンイレブンのコンビニもあるからええな、便利や。ほんま天気めっちゃいいです。じゃあ帰ろうか。モテナスタマナ、はい、じゃあ今日も頑張って運行したいと思います。今日はちょっと関西までは帰らないです。はい、はい、じゃあ今日は今菊水インターから乗っかって広島方面に行きます。関西までは帰りません。今日は中距離です。 OK。 ここパーキングいっぱい、トラックいっぱい、めっちゃ人気。よっしゃ、じゃあ出発しまーす。あっちっちや。あ、すいません、待ってはる。よしよしよし、焼きそばだけしか食べてないねんけど、もうお腹いっぱい。じゃあ皆さん本日もご安全です。バイバイ。よし、お腹いっぱいや。